そんなないんだ。ないですね。あと夢とかだとこれは夢だって分かる。分かる分かる。私は結構これは夢なんだって分かるんだけど。そういうことはないんだ。ベカさん、夢によって自分の人生観はあまり変わらないと思うんですが、これによって自分の人生観は果たして変わったでしょうか。思いっきり変わりました。どのように？まさかね。はい。雑音とかが入んない。雑音を防いで、ね、脳波を刺激するテープですから、ただ音だけではなく、いろんな効果がその中に含まれてます。どっか遠く行くような気がしますよ。それは聞いてたら。そうですよ。伺ってきたんですけど、先ほどベッカさんもおっしゃってたんですけど、私ちょっと気になったのが、まあ、あの自然死とまたそうじゃなくって自らあの自分の命を絶ってしまう場合と死因には2つありますけれども、その死因の違いによってこの臨死体験で見るものというのは経験するものは違うんでしょうか。大体、まあ、今晩でも聞いていただいたような話では、うん、みんな明るい方の、ね、気持ちよく綺麗な花園などで体が浮いたという話が多い代わりに、その自殺未遂を犯した場合にはかなり苦しい体験者が多いようです。日本人はほとんどベッカーさんはできるだけ多くの人と臨死体験について語り合いたいと願っている。最近は臨死体験に対する関心も高まり、どの講習会でも参加者の熱気が感じられるようになった。名古屋での講習会の時、大阪から参加した一人の男性がぜひベッカーさんに自分の体験を聞いてほしいと申し出た。森本昌司さんとおっしゃるその男性の手首には深い傷跡が残されていた。実は森本さんは些細なことから自殺を図ったのだ。浴槽の中で手首を何度も切りつけた。そして意識が薄れていく中で体外離脱が起こり、浴槽に沈む自分を見たという。死ぬという実感がね、はい、その時湧きましたね。すみませんでしたということだ、はい、申し訳ない、それと、ね、間違ったことをしたという後悔と、いっぱい入り乱れた中で、はい、あの体がね、はい、ふわっと浮いたんです。ものすごい速さで何かに吸い込まれていく。体は宙に浮いたままどんどん吸い込まれる。そして次に見えたのは、いろんなものが次から次へとぶつかってくる。怖い、ひたすら怖いだけだ。臨死体験の中でどういう感覚が一番強烈に印象に残るでしょうか。どういう体か、寂しい、はい、苦しい、はい、ほんで圧迫感、はい、それとなんかこうなんか鼓膜がね、はい、圧迫されるような、はい、体全体がいつなんかこう締め付けられて、はい、あのバナナを握りつぶすような状態にされるような感覚、はい、不安、はいはい、そんなもんがいっぱい入り混じった感覚でしたね、はい、苦しくて寂しかったですね。ほんで二度とその自殺をしてはいけないということのね、はいはい、見せしめみたいなもののように自分は受け取れたわけなんです、はいはい。全然違いますね。ベッカさん違うんですね、彼が後で言ってくれたんですが、自殺は実は他殺である、人間の生命を奪うということにおいてはもう殺人と違わないと悟ってきたというんですね、なるほどね。三途の川とかもそういうことは全然見られないんですね、自殺するという人は。私の会った数人の話を、まとめますと、大体何かを失敗したからか、何かが嫌だからこの世を逃げたいという気持ちで自殺を試みるわけです、はい、ところがあの世があんまりにも苦しくて暗くて寂しくて、もうどんなことがあってもとにかくこの世に戻りたいという未遂者が何人かに会いました。まあ、日本の場合はね、あの三途の川っていうことになりますけど、もう一回お聞きしますけど、アメリカの場合ってのは何ですか。さっきあの海外のいろいろ言ってましたけども、はい、アメリカの場合の、そして風土も違う。そんな中で臨死体験は変わらないのだろうか。4人の体験者が極めて興味深い証言をしてくれた。
私は癌で亡くなった兄と会い、言葉を使わず話していました。お互いの体は光り輝き、とにかく平和な世界でした。私は兄とずっといたかったのに、兄はダメだと言った途端、すごいスピードで自分の体に戻りました。ベトナムで胸に敵の弾を受けた時、まず数秒で一生を振り返りました。次に小川の向こう岸に立っている亡くなったおじいさんと会いました。川の向こうに行こうとパッと足を踏み出した時、病室のベッドに戻ったんです。アメリカでは以前から臨死体験を科学的なアプローチで研究しようという機運が盛り上がっている。コネチカット州立大学のグレイソン教授を中心とする国際臨死研究学会もその一つだ。臨死体験者の証言はお互いを勇気づけ、死を恐れずさらに有意義に生きたいという望みにつながっていく。やはりこれが死後の世界なのか。我々は京都大学教授で世界各国の臨死体験を研究しているカール・ベッカー氏に死後の世界について話を聞いた。何隠そう、これが千何百年も前から日本人がずっと分かってることなんです。日本人こそどこの民族よりもこの臨死体験に馴染み深いはずの民族です。平安時代に書かれた25三昧根本決演集過去帳、ここには当時の僧侶たちが死ぬ直前の人々へどんなものが見えるのかという質問をした答えが記されている。そこには真っ暗で何も見えない、明るい光が見えるなど様々な記録が。なんと我々の祖先は臨死体験を通しておよそ1000年前から死後の世界を研究していたのだ。あった、脳が機能しようがない、10分ぐらいの間に臨死体験をしている人もいます。